1日働いてたったの350円。くそ、ふざけやがって。とはいえこれに全てがかかっている。カイジの未来、行く末が。俺にもビール。はい、5000ペリカ。あー、俺にも。あら、ロング缶。はい、6000ペリカ。ポテトチップも。はいはい。これはカキピーね。はいはい。バカが、欲に流れて夢も追えないのか、自堕落な連中め。ビール1本5000ペリカ、500円だぞ。外の倍以上の値段だ。あんな調子で使ったらあっという間にこんな金消し飛ぶ。なのにこいつらと来たら救えねえクズが。俺は違う。俺は貯める。この一月9万のペリカを6ヶ月貯めれば54万ペリカ、あの外出券に届く。届くんだ。となりゃ誰が使うか。使うか。くそ。それにしても何なんだこの胸のざわめきは。そうよ、カエル。俺はカエル。入って一月はどうにもならなかったが、今の俺ならカエル。タバコ、ポテチ、缶コーヒー、焼き鳥、ビールも。くそ。は？わしのおごりだ。カイジ君の初給料のお祝いさ。金は取らねえよ。涙が出る。犯罪的だ。はいはいはい。何、何なのカイジ君だけ。あ、一本。一本、一本はいい。考えてみれば1ヶ月は我慢した。今日は特別な日。全然足りないよね。うんまっ、最高。41000ペリカの散財。